はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しい妖怪をゲットしに行きたいと思います。あと、入手してない妖怪は5体ですね。とりあえず、今日は、こいつ、デバミをゲットしに行きたいと思います。なんかコメントでね、釜茹で地獄の陽気汚染にもいるって書いてあったんだけども、バスターズでゲットしたいと思います。で、あとは非常口と、鬼2体。赤鬼、青鬼。まあ、この2人はすぐ行けそうな気がするね。そして難しそうなところで、百鬼姫のシャドウサイドですね。まあ、今日はちょっとデバミを頑張ってみましょう。では、行くぞ。デバミが出やすい場所はここらしいね。ヒヒーンとかけろ、馬ボーイですね。では、行きましょう。はい、行きます。で、周回するにはゴルニャンがいいよ、みたいに言われたんだよね。あ、デバミいた。あ、いたね。あ、非常口までいるじゃん。非常口までいる。はい。あ、なる、おお、デバミ結構いる。やった。あー、いや、違うか。もののけかな。あ、わからん。あ、結構いる。あ、確かにね、これ。うん、ゴルニャン、行きやすいかもしんない。動きも早いし、ロケットパンチで、そこそこ倒していきやすいので、あー待て、非常口逃げるな。あ、でもまあ、B コマさんとかでも、意外と早く行けそうね。あ、非常口逃げるんだ。そうか。そこでホーミング性能の高い、このロケットパンチがいいっていうことね。あ、なるほど。非常口めちゃくちゃいるじゃん、ここ。え、非常口は逃げたりする？もしや。逃げるかな？逃げるってなるならば、ちょっと対策を考えないといけないけども、あ、大丈夫そうね。いけるじゃん。すっごい走り回って逃げるけど。わ、ここ簡単。うん。こんだけデバミが出てきてくれれば、問題ないですわ。うん。あ、非常口もここは絶対早い。なるほどね。え、で、もうクリアだっけ？あ、終わりじゃん。はい。あ、ここ何回か周回すれば、絶対ゲットできる。はい、デバミのコーン、白、4つですね。いや、金がいくつか必要だったよね。赤と金がいくつかだから、まあまあ、何回か周回してれば、いけるでしょう。非常口は1個も出てねえな。非常口、あんだけ出てきたのに。まあいいや、とりあえずデバミ、ここ出るの分かったんで、周回していきまーす。終わりました。早かった。4周でよかったね。4周で、コンが、溜まっちゃいましたね。でも、非常口がね、出ないんだよね。敵は出るけども、コンが、全く出ないんだよね。あ、デバミいた。デバミが、ついに、仲間になります。簡単だったね。これに俺、止まってたんだ。めちゃくちゃ楽勝でいけました。レベルは低いやつでいいけどね。いや、もう高くていいや。もうデバミンにしましょう。はい、ゲット！やったよー。残り4体か。非常口と赤鬼、青鬼、あとシャドウサイドの百鬼姫。もうちょっと時間かかるかなー。でも、デバミが、ついに、仲間になってくれました。ちょっと待って！非常口がいる？あれ？なんでだろう？1年前、俺出してたのかもしんないね。1年前、あれ頑張ってね、非常口すっごい倒したのよ。
1年半ぐらい前かな。その時に、もうすでにゲットしてたのかもしれません。やった。え、これは、誰がいい？樋口にしようか。うん、レア妖怪の名前が何かっていうのも全然わからないんで、まあ、適当に行きましょう。樋口くん、ゲット！やった！あ、じゃあもともと俺持ってたっていうことだね。うん、あ、よかった。今日は、まさかまさかの2体だよ、2体。おお。ゲットできました。ここに出るかな？出た出た。非常口、そして、出ばみ。2体ゲット。です。あ、両方ともランクは D なんだね。うん、まあまあ。専用装備をつければ、まあ、強いかな。どうだろう。あ、超アップか。スピード超アップ。はい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 。うん、まあまあ、爆速ほどは速くならないけども、そこそこ動きは速くなりそうね。あ、で、出ばみは、お世話か。はいはいはい、お世話ね。あ、ヒーラーだ。あ、攻撃アップも持ってるし、そこそこ使えるやつではないですかね。まあまあ、専用装備次第っていうところか。D ランクなので。はい。ということで、コメントありがとうございます。かなり簡単にゲットすることができました。あそこめちゃくちゃ出てきたね。で、ゴルニャンで周回したのが良かった。ああ、倒しやすかった。はい。ということで、残り3体。赤鬼、青鬼、シャドウサイドの百鬼姫。その3体を、この夏にゲットしたいと思います。まあ、楽勝かな。うん。まあ、百鬼姫がちょっと難しいかもしれないけども。まあ、やってみましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。